ディスク U。 はい、どうもディスクユー TV。 今週も始まりました、はい、夏真っ盛り。夏真っ盛り。暑い暑い。そんな最中ですね、はい、先日、はい、うちでついに、はい、今まで一回も見たことのなかった、はいはい、あいつが、はい、ついに出ちゃいました。あれですか、黒い、あれ黒い、あれ最近妙にね、あの家の前の道路とかに、はい、おさささってあいつらがこう動いてるのが見えて、発見してて、やだねーっつって、でもうち大丈夫だよねって言ってて、はい、こう横になってテレビ見てたら、この辺でこうなんかささって動いたのが見えたんですよ、横で、はい、うわーってなって、でもう怖い怖いってなって、もう次の日バルさん、はい、速攻焚いて。それが賢いですよね、一番。そうなんですよ、ね、で、なんかこう、その辺にいたって気づいて、はい、で、やっつけに行こうと思って、もうベタにスリッパ取りに行って、はい、で、スリッパ取りに行って戻ったら、もういなくなってて、いないですよ、そんな。そんないないです。いないですよ。なんなんですか、高瀬ですか、話です。そんなね、夏のゴキブリを吹き飛ばすような。吹き飛ばすような新風を用意してありますんで、はい、ね、結構多いんだ、はい、本当に。ではまず、じゃあ僕、今週、亀山さんから。かね、はい、わかりました。まずはこちらです。小田晃生。小田晃生。はい。で、アーティスト、シンガーソングライターで、うん、まあ、年齢的には僕とかと同じぐらいですか、多分20代後半ぐらいの、弾き語りの人なんですけど、今まで2作、アルバムを出してて、今回7月の28日に、18日に、ライブの、DVD を出したんです。はいはいはい。で、それがですね、グッドラック平和。ああ、知ってます、知ってます。あの、サケロックとかの、そうですね、周りの人ですよね。はい、と、サケロックのメンバーが、参加してるライブの、セカンドが出たレコ発をやったんですけど、吉祥寺で。その、ライブ映像。説明大々発表会というタイトルで、説明大々発表会、はい、発表会、はい、っていうもの で、でゲストには二階堂和美が、おお、またまたもや、はい、皆さんスペシャルゲストで最後1曲だけ、あの人声いいからね。そうなんです、ね、でもその映像、まあ、ライブ映像がすごい結構こだわったなんか映画の作品みたいな作りになってて、結構なんか、デザインチームかなんかが多分制作したっていう作品なので、ちょっと内容いいので一回これ見てもらって、はい、ライブ映像です、はい、どうぞ。積み隠された僕の心じゃ、いつまで経っても仲良くなれない、あなたの心に一歩踏み出すよ、ね、そうなんです。渋い、渋いっすね。渋いです。あれどこっすか、吉祥寺の武蔵野、あ、そこの武蔵野公会堂です。あれ、なんか作り込んであるっていう、古い映画を見ているような。そうなんですよ。渋い作品。歌もいいし、ライブもいいので、ぜひ興味があったら見てください。はい、はい、じゃあ続いて僕の方から、ナインデイズワンダーと、はい、ボリスのスプリットのこちらです。まあ、ナインデイズワンダーは毎回紹介してる僕の大好きなバンド、はい、でボリスの方もまあ皆さんご存知かと思いますけど、はい、あのアメリカの方でかなり主体で活動していて、ね、日本ではほとんどやってないんですよ。そうなんですけど、もう向こうでもすごい人気で、はい、でも日本アメリカ合わせて何万枚って今売ってる、はい、すごいアーティストなんです。でなんかこのスプリットに合わせて CM を作って作れたみたいな感じで、ちょっと楽しみです。いっちゃいますか、いっちゃいますか、一斉のけでいいですか、それでじゃあやります。一斉のせ CM です。
やなんか異色のあれですね、組み合わせで組み合わせで作品 CM もねすごいクオリティ高いですよ ね, すね面白かった面白かった、はい、で、同じ日全く同じ日8月、19、はい、リリースでトーチっていう海外のバンドとボリスのスプリットもあるんですよ。だからボリスが両方に入ってる、そうそう両方に入ってる感じ。こっちがもう CM ちょっと作ってそうなんですか来ていただいたみたいなんで、じゃあまたチッチーのでいきますか。チッチーのでいきますか。はい、じゃあチッチーの CM です。いやー、こっちもすごいでしょ。すごいですね。こっちはなんかジャケが見てわかるように、はい、あの中国のうさんくさい映画みたいな感じのジャケになってて、はい、もうボン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 なんか出てましたね。そう、出てくる感じの面白い作品ですよね。面白いですね。で、今回あのディスクユニオンでは、はい、ボリスとナインデイズワンダーの方には、はい、T シャツ付きで販売します。あ、例の例の、はい、表か裏かがボリスとナインデイズワンダーのロゴがこう両方に入ってるみたいな感じでちょっと今作ってますんで、ぜひチェックしてもらいます、はい、あとトーチとボリスの方は、これは CD1 枚買うとバッジを2つ差し上げますっていう感じで、まあどちらもディスクユニオン限定でやってるので、はい、ぜひチェックしてください、はい、そういえばこれ今なんか流れてるのって、あ、エンディングテーマ、エンディングテーマですよね。実は8月ずっと流れてたと思うんですけれども、そうですよね、はい、タイキックマークっていうバンド、ああ噂の、そう噂の今一押しのもうすごいガンガン来てるんですけどの、大車輪というイベントがあるんですよ。大車輪、大車輪っていうその大車輪とタイキックマークがイベント用に作ったなんかコラボソング、タイキックが大車輪でコラボしたんです。なんかそのイベントとバンドが大車輪ニーニョっていうタイトルで、大車輪ニーニョ、ニーニョ、ニーニョはい、エンディングテーマなんですけど、はい、まあ、これちょっと非売品なんで、あの、売ってはない。非売品、非売品なんですか。非売品、非売品ですか。非売品なんで、あの、このタイピックマークは CD があるので興味ある方はぜひ、こちらもチェックしてみてください、はい、じゃあ、こんな素敵な音楽の中、はい、また来週も頑張っていきましょう。いきましょう、はい、はい、では、また来週。